通常は動物の福祉や環境保護、そして人道支援、人権擁護の活動をしている団体に助成金として寄付をされていますが、東日本大震災以降、こちらの売り上げの全額を被災地で被災者の支援などを行っている団体への寄付になっております。5月16日から発売されたみんなの輪というソープです。こちらが新商品のソープ、希望の輪になります。被災された方たちの心の中にも花が咲いてほしいなという希望を込めて、このガーベラの形のソープを作りました。今こちらの6月の6日までにこちらの10団体に1800万円寄付をいたしました。宮城県にあります七ヶ浜町というところを拠点に、これは地震画像手ぬぐいっていう手ぬぐいなんですけれども、小さなお子さんとかにカバンに入れて持ってもらって、自分の名前とか住所とか書いておいて、仕事がないんで困ってるっていう話を聞いて、それと、それからまあ、やりがいみたいなところで何かこうぶつけられないかなと思います。枯れ木の撤去だったりとか、ドブ上げだったりとか、それを義援金、支援金とかで時給計算で仕事としてやってます。10年ぐらい前から岩手を拠点に、こうバイオマスの普及、啓発、調査などの活動をずっとやってまして、これは、タオルを使って被災された方、特に今こちら映ってますけど、おばあちゃんとかに作って負けないぞ、こういうものを作っていただくことで、やっぱりこうやることができて元気になると。で、実は400円で販売をしてるんですね。で、そのうちの100円が被災者の方の収入になるという仕組みになってるんですけど、例えばトイレにかけていただいて、そのままお手拭きのタオルとして洗濯もできますんで、ぜひ買っていただいた方には身近なところで使っていただければと思います。